さんこんにちは、トイレして流さへんやつほんまなに、はい、今日もやっていきたいと思います。今日はね、日本の皆さんに、日本の皆さんじゃない、東京行ったんで、外国人の皆さんに日本が変えるべきところっていうのを聞いていきたいと思います。日本はもう素晴らしい国でね、何もかも整ってて綺麗で、人もすごい丁寧なんですけども、まあ、その中でね、外国人が思う、ね、日本が変えるべきところ、まあ、オリンピックに向けてですね、っていうのを聞いていきたいと思います。YouTube のチャンネル登録も忘れずお願いします。今日はありがとうございます。